すごいな。数ヶ月ぶり、下手すると1年ぶりぐらいのハイカラスクエア。はい、どうも、トワイスです。今回もスプラトゥーン2やっていきたいと思います。まあ、あれです、息抜きです。普通にですね、縄張りをやっていきたいと思いますが、まあ、あれですね、久々なので、あんまりバシバシキルを取っていくのはちょっと苦手なんで、塗り線にてさせていただいての、1000ポイント塗りっていうのができればいいかなって思ってます。まあ、3000か4000ぐらいやっていきましょう。普通に今回は縄張りで気軽にやっていくだけなので、よろしくお願いします。おー、アロアナモールは俺初めてかな、もしかして。で、あとランクに星がついてる人がいたけど、どうだろう、なんかプロの人なのかな。久々だな、パラシェルター。久々だからあれか、モミジシューターとかでやってくればよかったかな。雨ブラシと、あとロボットボムが好きで、結構ね、あら、なんか入られたな今。あー、でも後ろも心配だ。雨降らされてんね。そっちもやり返してくれて。これどうだろう、脇から行かないと厳しい。あ、船いい、そっちか。全然敵の位置を見えてないっていうね。っていうか濡れてなくね。あー、なんか自陣の目の前、ま、あたりまでやられてる。これあれか、あー、スプリンクラーだけ置いて前行けばいいのか。いやー、マジか。ここまで敵の侵入を許しているとなると、どうすればいいんだろうな。中央あたりに投げとけいいのか。後ろからやられるってことあるかな。怖えな。ちょっと押してる、押し返したかもしれない。今スプリンクラー落ちちゃったな。お、やべやべ、はまってるはまってる。きついな、敵に。俺前に出なきゃダメだ。ちょっと防ぐか、ここで。今ちょっと集中しちゃったけど、やべえぞこれは。あ、脇から行くか。とりあえずスプリンクラーマークじゃん。よし、まあ塞いだは塞いだけど、役ざられるからあんま好きじゃないんだよな。なんとかなんとか塗りポイントを稼ぎたいけど、ちょっと厳しいなこれは。もうちょっと対面で勝てるようにしないときついか。まあ、あとは濡れていたかどうかですが、一応1000ポイント塗りはできていたが、まあ微妙ですね。何が出るかな。あら、残念。まあクリーニングもそうだけど、続けようか。己
同じとこですね。まあ頑張っていきましょう。さあどうすりゃいいのかな。まあスプリンクラ投げて突撃すればいいか。とりあえずは思ったんだけどさ、あんまり中央これ来ないのかな。あんまり上に上がるとバレるよなっていうのがあるよね。なんか今怖えな。でもあの人やられそうだ。とりあえず押し返す。怖え。うやべえなこれ。今傘なくなってたか。くそ。まあでもチャージャーは止めておかないと厳しいんだよなっていう。お。よし。とりあえず倒したが、どうだろう。あんまりいいとは言えないな。ていうか、ここあれなんだね。がっつり、なんだ、味方陣地まで入り込まれるようなステージなんだね。お。まあ、ちょっかい出しといて、乗って。お、カーリングボムが来た。その辺にいらっしゃる？いらっしゃらない。もうちょい前にいらっしゃるか、敵は。その辺。とりあえずチャージャーを。あ、やっべ。味方を狙ったやつにやられたぜ。どうすっかな。なんか役ざられてるしよ。お、よし、オッケー。どうすっかね。一回戻るのもありっちゃありなんだけどね。まあでも、お、ナイス、同情値。ういっ、ただ味方のミス、味方を狙ったミサイルにやられるのはダセーぞ。いや、やっべ、これいるしよ。どうすかな。こっから勝ち筋を見出すんであれば、ほっ、投げて、ほっ、もうダメか。最後に抵抗した跡が見える。くっそー、広いステージを全然活かせねえな。1000ポイントにも遠く及ばねえ。悲しい。んー、じゃあ武器変えてみますか。もみじシューターにしてみました。3戦目も同じとこだね。さあ、いけっかな。さっき散々俺のことをマルチミサイルで倒してくれた人が一応味方にいるっていう心強さ。あんまり自陣のところをあれかな、最初は狙わない方がいいのか。うえ、いるいる、怖えな。ほっ、ロボムはチャージャー対策にいいんじゃないかなって勝手に思ってるけど、どうかね。その辺いるか。いった、なんだ今の。スプラチャージャーだから普通のボムかな。まあいいか。雨降らしの一回もやりたいけどな。さて、まあ脇から来られるのに注意ってことか。つまりじゃあ上行こうかな。ああ、いる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 っつうか。よし、上から来そうで怖え。
よし、押し負けたかと思ったが、なんとかなった。やべ、くそ。お、いいし、逃げよう逃げよう。怖えな、おい。で、そっちにいるのが分かったから、と思ったけど、狙われてんな。やべえやべえやべ。まあ逃げますわ。お、ああ、あんなところにいられちゃちょっと困るね。いた！に、チキショー。うろうろしてたらやられたぜ。あの人やり手だな。ランク高かったしな。今回はいい感じに押してはいるけど、五分五分。脇から攻めていくしかないかね。どうすりゃいいかな。まずここ塗って。やべ。あのチャージャーの人がな、うまいんだよな。よし。あねえ、くそ。スプラシューターか。万能だよな、スプラシューター。ちょっと押され始めた。なんとかいけねえかな。誰もいない。気のせいだった。うわあ、マジかよ。これは、まあなんとかなんとかですかね。いやあ、濡れてるかな。そこが気になる。693。いまいちですね。おー、まあ微妙だな。じゃあ次で最後にしましょう。一旦部屋変えようかな。おお、やっとマンタマリアだ。でもマンタマリアだからといって得意かというとそういうわけではない。行くぞ。どうすかね。まあ普通に脇から進んでいけるか。でもあんまこういう敵陣には行きたくないのだよな。うわ、怖え。お、ロゴメが言ってくれた。やべ、いや。今のは死んだと思ったわ。せめてそっち側にロボム投げればよかったね。ああ、じじ塗りじじ塗り。さて、溜まった。なんとかしていきたいが。敵はそっち。おお、すげえ、あれナイス玉って言うんだっけ。なんか怖。よし。そんなね、縦振りばっかりしてるとそうだよ。別に自分が誇れる腕でもないけど。お、あ、上から来てる。っていうのを見えてれば。ここ。おわ、マジか。っていうか味方いなくね。いやーマジ、囲まれてんじゃん。どこ味方。あー、自陣ばっかりだ。ちょっと前に出ないとまずいぜ。で、俺がそんな偉い口を聞けたもんじゃないんだけどさ。これはどうだ。なんかいそうで怖えんだよな。いって。なるほどね。にしてもダイナモをあんな風に使えるなんて強い人だ。あ、やっべ。味方陣まですげえ入り込まれてんぜ。これはどうすんの。迎撃すべき。迷うね。
ほぼ。いやまあ塗り残しと、あとはその分前が手薄になってるだろうからな、なんとかその辺をやっていくしかないんだろうな。役ざられるんだったら役ざる、そういう感じ。どうかな。あ、ボム投げりゃよかった。いやーボロボロだな。あ、ちょっとやられすぎですかね。やられすぎだろうな、きっとな。うん、頑張ろう。あとガチアサリってまだやったことないんですよね。気になるなってとこなんですが。じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。失礼します。